おとといのホークスベースボールパーク筑後、室内練習場を訪れた森福さんが見つめる先には、2年目イヒネイツア選手、走攻守3拍子揃った驚異の身体能力を誇る期待の若鷹です。開幕でね、スタメンショートで2年目で出てますので、やっぱ期待の表れはね、すごく感じるところはありますよね。まあ、とにかくまあ昨年よりは体でかくなってるなっていうのは感じますし、太もものあたりだとかね、ユニフォーム着てでもこう大きくなったっていうのも見えるので、まあ、今のうちにこう試合出してもらってるんで、本当に怖がらずいろんなチャレンジをしていって、まあいろんな経験をしてほしいなっていう時期ですかね、まだ、はい。今月15日に開幕した2軍公式戦では9番ショートでスタメン出場、実戦経験を積む2年目がスタートしたイヒネ選手にインタビューです。お願いします。お願いします。愛知県の星まずは初の開幕2軍スタートについて聞いてみると、体のことで悩むんじゃなくて、こう技術的なことで悩んだりできてるんで、結構やっぱ楽しく野球できてます、開幕からのびのびとプレーできているというイヒネ選手、それは春季キャンプで得た自信からだそうで、一番やっぱ多かったのは守備練習なんですけど、下半身強化的な、受けることはたくさん受けてはいたんで、結構取る方は結構自信持って守れてるかなって感じです。そんなイヒネ選手を去年から見続けてきた明石コーチも変化を感じていました。まあ、でもキャンプ入ってきた時よりはやっぱ体力がついたんじゃないですかね。春のキャンプから、まあ、2軍 B 組の方で、まあ、きついながらも、まあ、しっかりとその体力面ではやっぱレベルアップっていうのは、まあ、してるんじゃないですか。守備力と体力には自信がついてきた一方で、課題も。バッティングはまだ。バッティング最近ちょっとやっぱ停滞気味なんで。まだちょっと掴めてないというか、いまいち。ちょっとプロ野球のこの壁というか難しさというか。2軍とは言ってもこう150キロとかが、本当に平気で出てきたりするんで、ま、今までよりはそりゃって感じですね。そんなイヒネ選手の打撃に関して明石コーチは、2年目の今だからこそ意識してほしいことがあるそうで、やっぱりいろいろね、今経験してもらって、やっぱいいものがあるから、ね、プロ野球にも入ってきたと思うので、まずはその自分のスタイルでね、チャレンジしてもらって、まあ、そこからやっぱ、ね、気づいてっていう、まあ、作業だと思うので、まあ、今はもう思い切って自分のスタイルで、自分の選択でやっぱり道が選ばれていくのが多分この世界だと思うので、こっちからこういう方向性っていう前にやっぱ自分で気づいて、あ、俺ここがこうなってるから、じゃあどうしようかって考えてもらいたいなって。まずは自分のスタイルでプロにぶつかっていくこと。同じく高卒で入団した明石コーチからの言葉を胸に、イヒネ選手はバットを振り続けます。2年目のイヒネツアです。アストレスをご視聴の皆さん、今2軍で頑張ってプレーしているので、ぜひ時間があれば見に来てください。一日でも早く1軍で戦うっていうのがやっぱみんな目標だとは思うんですけど、僕もそこを目標にして頑張ってやっていきます。誰みたいな選手になってほしいですか。誰、まあ、ホークスじゃなくてもこの誰のような、もう松井和夫さんじゃないですか。あ、やっぱり僕も初め浮かんできたのが松井和夫さんで、やっぱ走行守備ポテンシャルの高さ、全体的に伸びていけば松井和夫さんみたいな選手にも近づけるんじゃないかなとはちょっと思ったんですけど、それは同感です。同感です